るやんチャンネル。こんにちは、やるやんチャンネルです。今回はプロ野球スピリッツ2021のパワーランキングを発表します。前回の最強選手ランキングの時と同じく全892名の選手を対象に選手全員をマックスまで覚醒させた状態にします。その上でパワー S の選手に絞りランキングを作成しました。では早速ランキングを発表していきます。2回裏に入ります。さあライオンズ、この回は4番から始まります。山川が打席に入ります。ライオンズ0対0で迎える2回の攻撃です。打ちました、高く上がった、打球が伸びて入った、ホームラン、先制ホームランです。ライオンズ取れる4番の一振りでした。ベンチではチームメイトに迎えられ盛り上がっています。バッターは2番に入っている外、森下、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上森下、そしてキャッチャーは梅野。このバッテリーをベイスターズ打線がどう攻略していくか。ドカーン、これは入るでしょうね。突き刺さった、同点のソロホームランです。ベイスターズ、このカウントは狙い球を絞って打っていく感じでしょうね。打った、打った瞬間確信、入った。2回の裏、さあベイスターズ、この回は4番から始まります。バッターは筒香。ベイスターズ0対0で迎える2回の攻撃です。さあ勝負してくるのか。ドカーン、大きな当たりです。高、入った、ホームラン、先制ホームランです。ベイスターズ、白球高々と舞い上がり、横浜スタジアムのスタンドに消えていきました。4番バッター村上、ツーアウトになっています。先発ピッチャー森下、そしてキャッチャーは梅野。このバッテリーをスワローズ打線がどう攻略していくか。スワローズホームランで追加点を挙げています。赤星さん、着実に得点を重ねていってますよね。そうですね。初球打ち、スタンド一直線、入った、ソロホームランが出ました。基本的にはボールをしっかり叩いて遠くに飛ばそうとするバッターです。痛烈な打球、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。素晴らしい一振りでした。バッターボックス、スモーク、ジャイアンツ、さらに得点を上げ引き離しています。そうですよね、ここからはきっちりと抑えたい。打った、スタンド一直線、モンキュ、入った、ホームラン、今日はバッティング絶好調、2打席連続ホームランが続いています。いやー、小宮山さん、打った、打った瞬間確信した、カップ突き刺さった、ソロホームランが出ました。低い弾道ライナーで飛び込んだ。ゲームはこれから2回の裏に入ります。タイガースの攻撃、バッターは注目のルーキー佐藤。痛烈な打球、これは入りますね。ホームラン、先制ホームランです。タイガース、ベンチではチームメイトに迎えられ盛り上がっています。しっかり振り抜けてましたし、距離も完璧でしたね。この一発で先制点を奪いました。打ちました、いい当たりだ、大きな打球になった、センター見送った、スリーランホームランが飛び出しました。大量リード、さらに広げる大きなスリーランホームランになりました。バッターボックスには3番大谷、ヒットとフォアボールでチャンスを広げています。さあファイターズ、先制のチャンスを迎えています。ドカーン、これはいったでしょうね。スタンド一直、突き刺さった、先制のスリーランホームランです。日本ハムファイターズ、白球高々と舞い上がり、札幌ドームのスタンドに消えていきました。ファイターズが先制しました、3対0。見事な一発が飛び出しました。打った、高く上がった、これはいったでしょうね。打球が伸びている、入った、ホームラン、ツーランホームラン、素晴らしい一振りでした。打った、これはいくでしょうね。ライトが追いかける、追いかける、入った、ソロホームランが出ました。この札幌ドームに美しいアーチを描いて
見せました。まあ、前の打席はチェンジアップをうまく打たれましたから、今度はその使い方を工夫したいですね。これは入るでしょうね。下がっていく、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。この札幌ドームに見事なアーチを描いてみせました。8回の裏、ファイターズにホームランが出ています。三塁キャンバスもあってホームに帰ってきました。11対0。結局大谷強しという結果になりました。ということでパワーランキングは以上です。ご視聴ありがとうございました。